自分の感情を出すのは書道ですよ。習ったものをうまく書くっていうのは本当の書道じゃない。それは先生、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、真面目会でございます。あ、真面目に、はい、僕もちょっと襟を正して、はい、襟を正して、なんかネクタイしなきゃいけないかな実際には、ね、いや、今日はですね、先生にこの、まあ、書について、はい、まあ、シンプルな質問と、うん、あと、まあ、この大正館の教室ですね、うん、今日本橋の方ですね、うん、のについていろいろちょっとお話を聞きたいなと思って、うんうん、動画を回しております。はい、わかりました。本来書っていうのは厳格のものであると、それ若い人がいかに書を触れてもらいたいかなっていう、やはりできれば次世代につなげる方法が必要じゃないかなと。で、大書会っていうのは実は僕自身がここを作って20数年で、これは多くの方々に書に親しんでもらいたいってことをきっかけで始めました、基本的に。だけども、僕の教え方っていうのは非常に先代から厳しい教えを受けたので、やはり書の入門として何をすべきかっていう時に、普通は手本をそのもらってすぐにそれを一生懸命書くというやり方が通常のやり方だけども、できれば僕はその以前の問題、筆の持ち方とか基本を知らないでやるっていうことは決していいものではないかなと。よく僕は古い人間で、その引き合いに出すのが、僕野球が好きだから、長嶋茂雄見てて、僕らってすごいかっこいいなと思うわけ。でもあのかっこよさってどっから出たのかっていうと、素手で取る練習をしたっていう話を聞いたんです。ボールを、で、取り方が下手だったら痛いって言うんですよ。ちゃんと取れたら痛くないっていう、なるほどなと僕は思ったんですよね。多分僕書道もそうだと思うんだよね。僕は柳田流っていうものを抱えているわけで、やはりどうしても基本を教えていくっていうのが、それをやってから結論がいろんなもの出てくるんじゃないかな。ここは決してすぐに字がうまくなりませんと、それよりも書っていうもの、伝統文化としてその凄さ、良さ、いろんなものがこう汲み取っていただければ、それだけで十分ですと。だけども実は矛盾なのは、字がうまくなりたいって習いに来るわけじゃない、はいはい、単純でしょそれって。当たり前、例えばラブレターなんか書いたことある気に、あ、まあ、ちっちゃい頃鉛筆とかで書いたことある。ラブレター、小学校、え、ラブレターだよ。あ、でも、まあ、もらったことがないです。奥さんに言っていいのそれ。いや、その小学生ですか。あ、でも、まあ、書くって今はメールでしょ、ね、今メールです。だから老いたちの時代ってキザだから筆でラブレター書いた。最も返されたけどね、最後は。だから筆だとね、思いがこもるのよ。自分の感情を出すのは書道ですよ。習ったものをうまく書くっていうのは本当の書道じゃない。それは名言ですね。柳田流は柳田流として、基本的にはきっちり筆の持ち方から教えるっていうのが、なるほど、崩したくないんだよね、それは。じゃあ先生が最初に教えることっていうのは、はい、もう基本の一歩手前、一歩手前、入り口に入る前のなんか心構え、うん、ということです。じゃあ先生がこう書道を行うにおいて大切なこと、大事にしていることって何ですか？道具を大切にするってこと。やはり道具は大切です。例えばこれは、ここにある筆は、これ動物の毛です。まあ、その動物、生きたものです。これはで、ここに硯がある、まあ、これは自然のものです。それから墨がある、すべて自然のものですよね。ですからその意味でいくと、すべてに魂がある。それからもう一つ、人間的に言えば、やはり人を大切にするべきだと思う。自分だけが上手くなったと思ったら違う。それはもう、もちろんそこに指導する先生の関係かもしれませんけども、その環境にさせてくれる周りの人がいるから上手くなる。ですからやはり道具をめでるっていうことと支え合ってできてると。あるいはスポーツでもいいです。何のためにじゃあスポーツやるんですかっていうことになる。野球がまず好きでしょ。だけど野球はチームじゃないのよ。個人技でありながらチームでもある。やっぱりそこに人間関係ってのは必ず出てくるでしょう。それが高ぶった時にいい成績が出るんじゃないかなと。だから書道もそうであろうと。だから教える人と習う人が非常に葛藤するんですよね。みんなは単純に字が上手くなりたいだけ。だけど僕は、僕の考え、これは僕はやっぱりこの書を分かってすごい書だよっていうことを少しでも分かってもらいたいという差はあるよ。だからやっぱりコミュニケーションよね、ある意味では。
ということはこれ何が 大切ですかっていうと、多分年々育ったらば経験をするとその大切さが変わってくるかもしれない。ちょっとね、なんか珍しく YouTube でこんな話になるんですすいません、ね、時計見たよね、まあ人生ね、長いよね。いやいやいや、でもすごい素晴らしい話で、できればね、これできたらこれ定期的に書道の話、この実技的なことも入れていきたいなという感じです。あ、だから、まあ、僕がある意味、まあ、実験台というか、はい、実験台、まあ、僕なんか本当に下手くそなんで、うん、下手だね、はい、先生が認めるってことないです、うん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 、でもそれはアラメックの字じゃない。まあそうですかね、うん、それはだから書いてるときは一瞬真剣になるでしょ、うん、一瞬真剣になって、はい、やっぱしふざけては書いてないし、はい、それをこう長くしていけばいいだけなんで。そっか、うん、じゃあ先生にこう綺麗な字を教えてもらうっていうよりかは、うん、書法を教えてもらう、そういうこと、志、精神、あ、それから、そっか、あのね、姿勢っていうのは書に対する姿勢、はい、このフォームの姿勢だけじゃなく、はい、書に対する姿勢が大切、はい、実際には、はい、ちょっと一回やってみようか。なんか筆っていうのは、まあ、いろんな省略する部分があるけど、この長さの真ん中を3本の指で持つっていうのが柳田流のスタイル。これが実際に、それで最初に教えることは何かっていうと、だ一生変えちゃいけないことが2つあるんですよ、書道って。まず半紙だけは絶対体の正面で、これ人間っていうのは右利きだからこっちへ変えちゃうんですよ、絶対に。と姿勢が崩れるんです。姿勢が崩れるってフォームの姿勢ね、が崩れると字も崩れるんですよ。でこの習慣を体を真正面にするってことが一番大切。それからで文字はなるべくここに置く。それで左手が問題なの、はい、左手は必ずここらに来る。で文字がある左手で、実際もうこれから書いてみます。これが柳田家のフォームです。で最初に何をするかっていうと、こう持って体を非常に前に持ってって、体を動かしてるんですね。そういうこと。軸をまっすぐにするの。これは僕は毎日やってるから書けんだけども、簡単にいかないと思う。なるほど。腕はあまり動かさないんですかね。動かしてない。このちょうど二の腕っていうここが机と平行なんですよ。ちょうど目が右目の下に軸があるぐらいになる。これを僕書かせるの最初に。ちょっと見せてもらってもいいですか。ちょっと待って、もう一回これ、まあ、多少途中でカットされるかもしれないけども、こういう練習を必ずさせる。実際はまず第一歩はこの体で書くっていうことを覚えてもらいたい。だけど文字ってのは指で、まあ、キーボードも含めて指を使うから、どうしてもこうなってこういう風になっちゃう。だからそうじゃない、そうじゃない。なるほど。やはりこの姿勢が一番ですよと。これを半年間僕させます。だから半年間これやるわけじゃない、別に実際には半年間やるわけじゃない。誤解されちゃう。誤解されちゃうからね。要はこれを根気よくやるっていう気持ちのある方はそれで上手くなります。それだけ。初めてじゃあ先生のあの YouTube 来た人もいると思うので、うん、ぜひこれを見てあの教室に来た方は、いや別に来なくてもいいよあのいやただね、こういう世界があるってことを知ってもらいたい、ね、これはそれだけ。あの別に僕はそれはね、まあ、もちろん来ていただけありがたいけども、やはりいろんな書があるよっていう中の一部として、ただ僕のところは基本が大事だよっていうだけだから、ね、それ見るだけで全然違うと思う。それはいや本日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあまた次はあの僕にちょっとその基本をですね、ああ精神と、精神と基本ね、書に対する姿勢とを教えていただければ、はい、できるかな実はこういうことも教えている。筆をまっすぐにして、こんなに早く書いちゃいけないんだけども、こういうのを書く。あ、難しいですね。でもこうこうか。あ、反対側も書くんですか。体を使う。これも実際生徒さんに。もちろん
時計回りと反時計回りで、うん、こういうか。なるほど。